優勝戦5号艇の宮下元次選手です。よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦は4コースからコンマ06のスタート、攻めていっての2着で打つということになりました。準優振り返っていかがでしたか。ね、向かい風吹いてたんで、はい、スタート行ってやろうと思って、はい、もう思い切っていきました。はい、これはもう全速でいきましたか。多分全速だと思います。はい、今節は前回車が伸びに振るタイプの選手でしたから、前剣日には調整どこからしようかという忙しい感じでしたが、どうなりました。そうですね、伸び型って聞いてたんですけども、全然伸びないし出足もないし、はい、もう最悪の状態だったんで、まあ、ちょっと厳しいかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとずつ一つずつ調整していって、はい、まあ、足は中堅ぐらいにはなってるのかなと思います。はい、大敗せずに踏ん張りながら予選を突破して、そして準優もクリアしました。そうですね、はい、はい、まあ、エンジン差はだいぶある小島なんですけれども、うん、その中では もらった時からすればぐんとよくできましたね。もう最初の最悪の状態を思えば、まあ、レースできる感じにはなっているとは思います。はい、小島は6年ぶりと久々だったんですけれども。そうですね、小島なかなか呼ばれないんですけど、はい、はい、小島では初優勝ということになりました。そうですね、はい、はい、枠は5枠です。どんな戦いをイメージしていきますか。まあ、明日の水面状況とか風次第なんですけど、まあ、スタート集中して思い切って攻めれるレースができたらいいかなと思います。分かりました。今年はこれが5回目の輸出で、2月江戸川に続く2回目の優勝がかかる一戦です。ファンの方に一言お願いします。そうですね、大好きな小島で船券を買ってくれる人のために一生懸命走ります。応援してください。